パカーン、アンです。今日は高校を卒業して初めてのスクールメイク動画でーす。やっぱ大学生はメイク禁止じゃないんで、もちろん。なのでスクールメイクっていうのは高校生とか中学生のみんなに向けた、バレたくない人向け、制服とかこういうスクールっぽい髪型に合うメイクを指しています。なので、高校卒業したんですけれども、まあ、このメイクスクールメイクにめっちゃ良さそうだなっていうやつが、やっぱり高校卒業してからもね、思うんですよ。ずっとスクールメイクしてきた身からして、やっぱ YouTube の中で一番スクールメイクの動画を出してるのは私だなっていう風に思ってるので、今日はスクールメイクマスターとしてスクールメイクを伝授していきたいと思います。あのね、今回の動画は素晴らしい。何が素晴らしいかっていうと、やっぱりスクールメイクをするような年齢の子たちってお金ないじゃないですか。あんまりいっぱい物も買えない。だから肌質とか色とかも含めて誰にでも合うだろうなっていうものと、なるべく品数が少なくなるようにっていうので選びました。で、先に言っちゃうんですけど、まあ、今回工程ある程度あるんですけど、最低限のスクールメイクで言うとこの3つ、ベースとパウダーとクリームチーク、この3つさえやったらだいぶ顔の印象変わると思います。その他にもある程度やってるので、まあ、そこも私的にはやってほしいし参考にしてほしいなって思うんですけど、最低限メイクしたい時どうすればいいっていう方は、今から紹介する中からこの3つ真似してくれたら嬉しいなと思います。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。それではレッツゴー。はい、ではメイクを始めていきまーす。まずカラコンは、いつものカラコン入れちゃいます。プリモはプリドーリーブラウンっていうやつです。学校でバレにくいカラコンについても私結構研究したんですけど、これは友達にはバレます。先生にはバレなかった。地の黒目の色に近くて縁がぼかされてるやつがいいです。目の大きさ全然違くない？入れた方入れてない方。これ縁ぼけてるじゃん、ぼやんって。くっきりしてるやつもあるのね。どっちにも良さがあるんだけど、私はこうぼやけてる方が似合うっていうのと、ぼやけてる方が地の目に近いんですよ。バレにくいです。私の中で一番バレにくいって思ってるのがチューズミーのベイビーブラウンとかかな。大きいカラコンの中だったらこれが一番バレにくいかな。チューズミーのチョコブラウンもちょっと輪郭は少しはっきりしてるけど、私的に結構バレなかった。ではやっていきます。めっめっちゃね、変わったよ。まずもうスキンケアで保湿しっかりした状態で、こちら、イハダ薬用フェイスプロテクト UV ミルククリアベージュ。こんな感じの乳液のようなテクスチャーのベースになってます。結構色付きですんごい伸びがいいんですけど、しっかりとカバー力がある感じになってます。伸ばすと薄付きです。こんな感じでちょっと肌のアラがなくなるかなっていう感じ。血管とかがね、薄くなったかなと思います。ちゃんと振ってから使います。これ何がいいって、肌にすっごい優しいなって感じたんですよ。結構あの敏感肌で合う下地がそもそもあんまないっていうのと、すぐに粉が吹いてきちゃったりとか、パリパリしてきちゃったりとか、浮いてきちゃったりするんですけど、これは浮いてこなかったんですね。ちょっと半眼だけ塗ってみますね。素肌感を残しつつ綺麗に整えてくれる感じがすごい好きなんで選びました。私だけじゃなくて、すっごい乾燥肌で肌弱いのっていう友達がいて、その子に一回貸したんですね。これそしたらめっちゃいいこれみたいな、そんなにカバー力は感じなかったけどめっちゃいいね言ってて、その子の肌がいつも以上にね、うるうるぷるぷるだったんですよ。だから特にこれは乾燥肌の人におすすめかもしれない。私は混合肌だから、これから鼻周りとかは皮脂が出てこないようにパウダーとかで抑えるんですけど、鼻周りとかね、すごい汚く崩れちゃうよっていう方にもおすすめ。崩れ方がね、綺麗。こっち塗った方、こっち塗ってない方です。鼻周りの赤みとか、あとこの辺わかるかな、ちょっとね、赤みが落ち着いたかなと思います。全体塗っていきます。で、これにはね、セラミドとかも成分も入ってて、特に花粉とかの時期で肌が弱ってる時で、何も肌にのせたくないけど、でも外的な刺激から守りたいっていう時にこれだけ塗っとくと、花粉とかから守ってくれる感じがね、私的にするので、そこがすごいお気に入りポイントです。こんな感じ、プルプル。したらコンシーラーは悩んだんだけど、やるか。コンシーラーはこちら、ネーミングスキンフィットコンシーラーブラッシュの02番。筆カチッてやると液体が出てくるタイプの筆のコンシーラーになってます。
これの何がいいかっていうと、まずこれ商品名のところにコンシーラーファンデーションって書いてあるんですよ。だからコンシーラーとファンデーションの中間みたいな感じなの。テクスチャーとかもね、つけ心地とかも一回カチッってやったのをこう手に取ってなじませてから気になるところに塗っていきます。私はこのクマの境目とこう鼻の横で、鼻の横はこれ溝に入れるんじゃなくて正面から見た時に鼻の横に来る部分をこうやって塗るのが一番この鼻がちっちゃく見えるし崩れにくいです。鼻の横ってみんな赤みとかくすみとかあると思うんだけど、これ消すと本当に鼻ちっちゃく見えますし、肌も綺麗に見えるし、なんか顔全体が明るく見えます。口の横、口の横は特にこう私みたいなここにねこう線が入ってる人はこう水平にこうやってこう入れてあげると暗いのが消えるのでおすすめです。あと眉毛の上も塗っとく。したら指で一回ポンポンポンってしてなじませます。体温でこうねコンシーラーを溶かすようなイメージでこうね温めながらポンポンして少しなじませてあげると持ちが変わるんですよね。なんかウォンジュンヨン先生がウォンジュンヨンのパックあるじゃん、あれを出した時にパックで顔を冷やしてからメイクすることがその後のメイクのりとかメイク持ちとかにすごく大事みたいなおっしゃってたんで、確かに温度って大事だなって思ってからいろんなメイクをする時に温度とか意識するようになったんだけど、コンシーラーとかファンデーションとか手でね温めながらのせてあげると綺麗にのってくれるようになります。だいぶ伸びたものをクッションファンデのパフでまた叩いていきます。指って吸収しないんですけどパフは吸収してくれるから表面の余分な分をこう、ね、吸い取ってくれたりとかそういう効果もあるのでより均一になります。このコンシーラーの好きなところはそのテクスチャーの軽さとかあと筆でついてくれるのが楽っていうのもそうなんですけど、崩れ方が綺麗。これ何度も言うんだけど崩れ方が汚いと本当終わりなんですよ。直した時にまたさらにボソボソになっちゃったりとか、これは本当まあ皮脂出てきたかなみたいな少し緩くなるみたいな崩れ方をして直す時もちょっとティッシュで拭き取ってから塗り直すぐらいでできるみたいな。でこれはメイクさんが言ってたんですけどメイク直しのレタッチにも使えるらしいんですよ。ちょっとここをくすんできたなみたいなところにこう出してピピって塗るだけでメイク直し完了みたいな。パフに余った分で一応全体をこうねパーってやっておきます。はい、こんな感じで顔めっちゃ綺麗になりました。コンシーラーもね全然厚ぼったくならないのですごくナチュラルな肌に仕上がるんですよこれが。はい、そしたら次にめっちゃ乾燥肌だよって人はこれで終わりでもいいんですけど、私たちみたいにね油出ちゃいます族、こちらイハダ薬用フェイスプロテクトパウダー、これがね良すぎるの。さ、私が大好きだったさイニスフリーのポアブラパクトってやつがあるんですけどそれに似てて、こういうパウダーでパフがついててこう取るんですね。手に塗ります。わかる？すっごいさフィルターかけたみたいになるの一気に。ちょっと見ててほしい。ここ行くよ。フィルターなんですよこれ。すごい綺麗になるの。しかもこう色が結構ついてるように見えるんだけど肌にのせてみると色がついてる粉をのせてます感っていうのはあんまり感じなくって、塗った方塗ってない方です。この鼻の溝とかこの辺のこのシワの感じとかが全部消えた感じがします。まあ、これはちょっと分かりやすいように大げさに塗ったんで、まあ、もうちょっと抑えめでツヤを残しつつな感じで塗るのがいいと思うんですけど、これも鼻の溝には塗りすぎずにこうやって周りを塗ってあげる感じで整えていきます。これ特に鼻が大きいのが悩みだよっていう方とか鼻の形を整えたい人めっちゃおすすめで、一回鼻をフラットな状態にするんですよ。なんか鼻の存在感マジないじゃん今。こう輪郭をコンシーラーとかで消した後にこのパウダーで凹凸を全部消したんで鼻の存在感なくなってるんですね。今からシェーディングとかで鼻を作っていくっていう感じになります。ここで私結構脂性肌で皮脂すごいですよって方はこちらも塗ってください。ペリペラオイルキャプチャープライミングパウダー、私はこれが合ってて好きなんですけど、オイルブロック系のパウダーなら何でも大丈夫です。イニスフリーとか有名だよね。でも私はこれがなんか痒くならない。でこの時にこう眉毛をね毛並みに逆らってふわふわふわってパウダーを中に入れておきます。そうすると後で眉毛描く時にベチャってなんなくてすごいふわふわの眉毛になると一気に垢抜けるんでおすすめです。はい、こんな感じで、でこの目の下ところもこうオイルブロックしておきます。はい、
ベースメイク完成です。そしたらここで一回シェーディングをやっていきます。シェーディングは今日はこちらを使っていきます。でん、ティメージ、ちょ中国語で読めません。これ何がいいって3個入ってんのね。高いんだけど、こんな感じ。このマットハイライトで、このツヤのハイライトもこうね、こういっぱい塗ってるからあれなんだけど、こうすっごいナチュラルに発光するタイプのツヤなの。なんかハイライトって最近ギラギラ系流行ってるけど、これはもう土台から整えてくれる系、元の造形これですよって言ってくれる系のハイライト&シェーディングパレットなんで、スクールメイクの時に特に重宝する。でちょっとこれ高いよって方はシェーディングはこのキャンメイクのシェーディングパウダーがおすすめです。ちょっとハイライトはね、めっちゃ明るいコンシーラーとかでこうハイライトの部分代用してもらえたらなと思います。その場合はパウダーの前にやった方がいいかも。細いブラシ、このね茶色のところを取って、で鼻筋やっていきます。私は鼻が大きいので太めに作るのが好きです。太めに作ると縦と横の長さの比率を考えた時に、横が太いことで縦が比率的に短くなるので中顔面短縮にもつながります。自分の今の状態から顔の横の印象を強くしたいか縦の印象を強くしたいかによって鼻の作り方はね変わると思うんですけど、すんごい丸顔で中顔面伸ばしたいですっていう人は鼻を細めに作る。そう、私おもながなんです、ここ中顔面短く見せたいんですって方は鼻を太めに作ると短く見えます、バランス的に。であとは鼻先大きいのに悩んでる私みたいな人は、上を太めに作ることで下との差がなくなるので、グンってなるよりはずっと太い方が鼻先は小さく見えるので、私は太めに作っています。太めに作る、少し開ける、下も同じ幅で縦にこう影を入れてあげるっていう感じで私は作ってます。まあでも面長とかいう話もしてるんですけど、好みだと思います。それは結局めちゃくちゃこう中顔面短いのが好きな人もいれば、中顔面長めのが好きな人もいるので、 K-POP アイドルが好きな人とかはどちらかというとこう細めに作る方が好きな人もいるかもしれない。マジで好みだと思います。はい、こんな感じで鼻は作れたんですけど、輪郭もやっていきます。輪郭はこのこれのパレットになんかついてきたやつの大きい方でやります。上を向いてまだ塗ってないのに、ここさちょっと黒いじゃん。これ実際の影なんですよ。こう上向いたらなくなるんだけど、こう実際の影なんで、こう実際の影を少し濃くするというイメージでシェーディングを塗ります。少しピーって一回やってから、これを縦にぼかす感じでやるとナチュラルにシュッと、ちょっと変わったんじゃない、シュッと感が。変に内側に影を広げちゃうと影を描いてる感がすごいバレちゃう。でさ、シェーディング描いてるってちょっとバレたくないじゃん、なんかこの人シェーディング濃いなみたいな。だから元ある影を少し濃くするってイメージでやるとこうね、シュッとするんだけどバレないのでおすすめです。はい、これでシェーディングできました。そしたらハイライト、ハイライトはまずこのマットハイライトを使っていきます。白いね、めっちゃ。これ指で取って、さっきシェーディングを塗ったところの内側のところ、目の間のこの鼻筋のところと鼻先、私は鼻先めっちゃ下に入れるのが好きで、なんでかっていうと元の鼻が全くツンとしてないのね、すごい大きいから、それをツンと細く高くツンって見せるためにこうめっちゃ鼻先、あとはこの人中を短く見せたくて、この鼻の先の部分と口の上の部分の距離が短いとすごい若く見える、なんか可愛らしい印象に近づくんですよ。人中短いの流行りなので、鼻を下に作ることで人中を短く見せるっていう。はい、こんな感じ。こう手持ちのハイライトブラシ取って、ほうれい線とかのこの鼻の横の影、あと口の横の影、私これがあるとすっごいなんか顔がもたついて見えるのと、鼻も大きく見えるし暗く見えるし、なんか嫌なんですよ。いつも加工で消してんの、これ影のとこに置いてシュッて横に地面と平行にこうピッてやると少し飛ぶんですね、少しだけ気持ちいい。これ写真だと結構変わるんですけど、鼻変なのでぼかしていきます。こう縦に向かってぼかす、ポン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 ってイメージで少し上下にスライドするみたいな感じでぼかすと、はい、すごい綺麗にぼけました。高速ゆるい、そこまで厳密には取り締まられないよって方はこのツヤの方もね、少しだけ鼻だけとかにね、ほんのちょっとねポンポンって取ってポンポンぐらい足してあげるとすっごいねいい感じにツヤが乗ってくれます。こんな感じで結構なんかちゃんとツンってしてる感じに見えるんだけど、意外と肌って普通みんなツヤあるから普通なんですよ。これ意外とクマの上らへん笑った時にこう
上にここ物乗りそうな感じするんじゃん。ここにハイライトこうやってこのちょっとだけねこう乗せてあげると顔に立体感がより出ます。はい、ちょっと順番間違えたんですけど、本当はハイライトの前にやりたかったんですけど、こちら&B クリームチークラディレッド、こんな感じのクリームチーク、結構小さめのサイズです。ちょっと携帯割れてんですけど、このぐらいのサイズです。めっちゃちっちゃくない？ちっちゃいんだけど本当なくならないからめっちゃいいんだよね。アンドビーって結構高いイメージあると思うんだけど、これは他のアンドビーに比べたら結構安い方、他のに比べたらね。はい、こんな感じの色味、ちゃんと塗ったらちゃんと濃いんだけど、伸ばすとジュワーっと本物の血色みたいな発色になるんですよ。これめっちゃ可愛くて、これを私は中指と薬指2本の指で混ぜてつけて、これをほっぺにつけていきます。この一番高い位置から私はこう上に伸ばすように塗るのが好き。結構最近私チーク上目に結構強めに入れるのが好きで、なんだけどあのスクールメイクなんでそんなに強めには入れられないから、こうクマの部分も含めた範囲にチークを塗ると、クマって結構さ赤黒い色をしてるじゃん。だからチークによってその赤黒いのがなんていうんだろう、ぼかされるというか、クマじゃなくてチークじゃないっていう風に錯覚させることができるんですよ。そうするとクマをコンシーラーでガチガチに頑張って隠さなくてもあんまり気にならなくなる。こんな感じで今ねふわーんってここに広範囲に入れたんですけど、で私みたいにこう丸顔で顔の余白めっちゃあるよっていう方は結構ね広めにふわーってチークを入れてあげるのがおすすめです。逆にめっちゃ大長ですって人はこう低めの位置にこうチークをポポポって入れてあげるといい。したら次に指一本で鼻も少しで口の上こんな感じで入れて、で顎眉毛の下のここの部分少し外側寄りなここです。ちょっと骨のところにこうポポって、この今やったところに入れるとすごくね顔全体の統一感が出たかなと思います。私は結構平面顔なことが嫌なんですけど、少し立体的に近づいたかなと思います。したらなんとこちらリップにも使っちゃうんですよ。アイシャドウにもできます。すごい薄めにしてこう目頭側から少しこう少し涙袋に血色を持たせるイメージで、ほんの少しだけ、ほんのちょっとで全然変わるんで、やっぱこう涙袋に血色が生まれて、しかも特に目頭側に多めにあると涙袋が生まれて目が大きく見えます。本当にちょっとだけをこう上にもねポン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 って少し広めの範囲に塗ってあげます。そしたら最後にリップ、あ、ちょっと濃くしすぎた。いつものノリで塗っちゃった。スクールメイクだった。そう、意外とこんなちゃんと発色するし色持ちもいいんですよ。リップ&チークってさあんま色持ち良くないイメージだったんだけど、私チークも口に塗ったのもすっごいちゃんと色が持ってくれるし、私今パウダーの上から塗ったんだけど、パウダーの上からクリームチーク塗るとボソボソなっちゃうイメージがあったんだけど、これはねちゃんと密着してくれるのよ。なんでかめっちゃ自然な色味じゃない？はい、こんな感じで、ちょっと忘れてたんで最後に眉毛やりたいと思います。眉毛最近私がハマってるのはこちら、キスの薄眉メーカー02番です。こんな感じの色味で、キスの薄眉メーカー最近バズってるから買ってみたんですけど、見てて、私漆黒なのね眉毛、一瞬で色変わんの分かった。今ちょっと地肌につきやすいんですけど、塗った方を塗ってない方です、少し柔らかくなるのがわかるかなと思います。でやっぱ眉毛を少し髪色よりも明るい色にするとだいぶ垢抜けるのでおすすめ。したら最後にこの眉毛のブラシでなんか好きな茶色を取ります。私はこの2つ、眉毛ちゃんとあるよって人は描かなくてもいいと思うんですけど、私は眉毛ねこう描き足すの前提で剃ってるので描き足していきます。この眉頭側を下げることによってちょっと彫りを深く見せたい。私がさっきも言ったんですけど、のっぺり顔が嫌なので少し彫り深く見せるためにこの目頭側だけ下げています。こんな感じ。ノーズシャドウさここに入れたじゃん、これと同じ角度ぐらいになるようにこうね合わせて眉毛描いてあげるとすごくバランスが良くなります。めっちゃ雨降ってる。反対も眉マスカラします。最初毛並みに逆らってから色を変えるように塗って、
て、で最後毛並みを整えるように塗るっていう風にすると、なるべく地肌につけないように塗ることができます。ちょっと右めっちゃ地肌につけちゃったから、はい、地肌につけないで塗るとこんな感じに柔らかくなります。まあでも地肌につけちゃっても大丈夫な感じの柔らかさ。はい、次、涙袋コンシーラー、こちらシピシピのポイントコンシーラー、ライトベージュ。コンシーラーは本当合う合わないがあるので自分の好きなのを使ってほしいんですけど、一番安いのだったらセザンヌです、私の知ってる中では。今回はシピシピを使っていきます。目の際には塗りません。少し離した状態で、少しこう目頭側からちょっと下に向かって描くのが一番涙袋がぷくって見えます。ここ少し離して塗るのがいいです。なんか涙袋が目の際に近くにぷくってなってると目をすごい下から圧迫しちゃっている感じがして、逆に目がちっちゃく見えてしまうんですね。涙袋は涙袋を大きく見せるためのものじゃなくて、涙袋が大きいことによって目を大きく見せるためのものなので、目をちっちゃく見せちゃったら本末転倒なので、これはしっかりやっていきます。こんな感じですね。ちょっと離して塗る。涙袋のここが一番高い位置かなっていうところを見極めて塗っていきます。うん、こんな感じ。したらさっきのチークを上から塗ります。これね、2回に分けて塗るのがポイントで、こう真ん中が一番白い、他がちょっと赤いだけど全体赤いみたいな感じにしたいので、コンシーラーのところ以外は重ね塗りになる感じになります。はい、やっぱ涙袋もこう涙袋の真ん中のコンシーラーしたところだけがボンって出てるわけじゃなくて、こうだんだん出る、だんだん出る、めっちゃ出た、はい下がってくるみたいな感じにしたいので、一番高いところじゃない周りの部分はこうねグラデーションにしていってあげたいので、少しずつ影を入れたり、今日は赤いチークを入れたりして色味を入れてあげることが大事です。はい、ビューラーは資生堂です。ビューラーは自分の目に合ったやつなら何でも大丈夫です。私は目尻がすごいねギュインって上がってて嫌なので、目頭側を中心に上げていくことで目の形を調整していきます。スクールメイクにめっちゃいいマスカラ見つけました。こちら You Pink フェアリーカールマスカラのブラックです。と、私が大好きなマスカラのコーセーカールキープマジックっていうのがあるんですけど、これでもねめっちゃいいと思うんだけど、これのよりナチュラル版っていう感じがするの、この You Pink 塗ります。コーセーよりもこれね、これがアプリケーターが細くて、よりまつげを溶かしながら繊細に塗れる感じ、そのままのまつげをセパレートしてカールキープしてくれる感じがして、スクールメイクにぴったりだなって思います。本当にバレないと思う。私は眉尻側がすんごいまつげ多くて長くて、であとね元がつり目なので、だから目尻側を上げちゃうとねすんごいつり目になるの。だから目頭側だけやってるんですけど、で一回できたらもう一回上げます。はい、まつげできました。最後にこちらミアアイスシリライナー03番ナチュラルブラウン。これねめっちゃ細くていい感じの薄さのこのアイライン、これ大好きなんですよ。これ友達におすすめしまくってんだけどさ、今どこ行っても売り切れてて友達がみんな嘆いてます。これを今から言うところに塗っていきます。まずは涙袋の影、さっき塗ったコンシーラーと平行になるようにこうねさっと平行なんだけど、黒目の下あたりにこうちょっと下目に角度をつけて入れるのがポイントで、こう下に向かって涙袋がこうやって大きくなったかなと思います。でこれとまたさらに同じ角度でここ、目尻切開ライン描いちゃいます。なんかまつげに見えんのねこのアイライン、だからこうね目尻切開ラインアイシャドウで描くの難しいよって人でも、これだったら初心者さんでもすごい描きやすいと思う。失敗したらぼかしちゃえば影に見えるから、こんな感じ。はい、これでメイク完成でーす。では髪の毛をやっていきたいと思います。はい、完成しました。髪の毛やってみてから思ったんだけど、リップ
なるべく今回コスメの数を少なくしようっていうので、リップ&チークで全部済ませるっていう風にやったんですけど、リップを別で買うお金があるよっていう人におすすめしたいリップもちょっと紹介させてほしい。もうこのリップ間違いなさすぎて、最近何のメイクしてる日も持ち歩いてるんだけど、アイディンプルのティントマイスターリップ03番美肌ブラウン。これはあのアイドルの鈴木愛理ちゃんプロデュース、元アイドル鈴木愛理ちゃんがプロデュースされてるリップなんですけど、色が絶妙すぎるのと、私唇めっちゃ弱いんだけど、これはね荒れないし色持ちがちゃんとあんの。塗ります。こんな感じで結構深めな色なんだけど、このポン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 って感じで薄く塗っていただいて、ちょっとこんな感じでピンクメイクにもオレンジメイクにも合うんだけど、とにかくね美肌ブラウンっていうだけあって、唇の周りの肌がパンって明るく見える気がするの。美肌ブラウンもそうなんだけど、他の色のやつもめっちゃ好きすぎて今3色買ったんだけど、上から01、02、03、1個だけおすすめ言えって言われたら絶対03なんだけど、全部ね透明感があってめっちゃ可愛い色なんですよ。例えば02番とか結構濃いめに塗ると可愛くない？でも似合う色が分かんないとか色合わせが難しいっていう人はこの&B のねクリームチークが塗るので、すごい一番いいと思います。可愛い。これちょっとカメラに映りやすくするためにチーク濃くしました。最後くらいねはい、ということで今回は大学生になったアンの最新スクールメイクでした。やっぱね大学生になって思うんですけど、高校生の時の自分の写真見るとなんか可愛いんですよ。顔が可愛いとかそういうんじゃなくて、なんかもう JK ってだけでそこに写ってる全員可愛いし、まあ、もちろん今も可愛いんだけど、なんか分かる？うわ JK ってなるの。だからみんな JK の人たちは、あと JC もそうだけど、学生だっていう自分の身分を今ね大事にした方がいいです本当に。まあ、大学生めちゃくちゃ楽しいし、私は大学生になってからの方が人生楽しんでるなって感じがするんだけど、でもねやっぱね高校生にしかないその輝きがあるので、その輝きを大事にしてほしいなと思いますおばさん、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。少しでも参考になったら嬉しいです。ではバイバーイ。